5月21日に大阪府の緊急事態宣言が国の解除基準に基づきまして解除されました。これまでご協力をいただきました市民の皆様、各事業所の皆様に心から感謝を申し上げますとともに、医療従事者の方々には献身的な医療を提供していただき、心からの敬意を表します。緊急事態宣言は解除されましたが、もちろん全てが元の生活に戻るというわけではないというのはご承知の通りでございます。市民の皆様、事業者の皆様にはこれまでと同様、人と人との距離の確保、マスクの着用や手洗いなど感染防止に努めていただくとともに、いわゆる密の密を避けるなど細心の心構えを持ちながら生活様式を継続していただきますようによろしくお願いを申し上げます。今回のサノテレはご覧の内容でお送りします。普段から通っていた身近なお店屋さんが新型コロナウイルスの影響で今苦境に立たされています。国や自治体の援助はありますが、私たちにも何かできることがあるはずです。今回はそんな市民レベルの応援プロジェクトを2つご紹介します。1つ目は泉佐野お店屋さん応援チケット、通称佐野チケ。一体どんなものなんでしょうか。佐野チケ実行委員会の方に伺いました。まずこの佐野チケ、どういった内容なんでしょうか。はい、現在収束しつつあるコロナ感染の状況なんですけれども、たくさんの飲食店の方々が苦しまれておりまして、で飲食店だけではなくその他の商品販売、接客販売されているお店が苦しんでいるという状況を聞きまして、まだこの先の見通しも見出せないという中で、そのお店さんたちを応援したいということで、この佐野チケ企画を考え出しました。まず応援したいと思うお店を選んでいただき、一口3000円から応援金として振り込みしていただきます。その応援金はお店にお渡しし、この苦しい時期を乗り越え継続してもらうための資金としていただきます。そして支援していただいた方には、応援したお店で使用できる 10% のプレミアムがついたチケットをお礼としてお送りさせていただくという流れになります。なるほど。例えば3000円の応援金を振り込んだら 10% ついて3300円のチケットが送られてくるっていうことですか。その通りです。なるほど。それだとお店も助かるし、しかもお客さんは 10% お得にお買い物ができるっていう、ウィンウィンな素敵な企画ですね。はい、ではそのサイトの使用方法を教えていただけますか。はい、まずパソコンやスマートフォンなどで佐野チケを検索していただいて、ホームページを出していただきます。その中に店舗一覧というものがありまして、そちらをクリックしてください。画面右側にカテゴリー一覧や店舗検索というものもありますので、そちらから入ることもできます。開くとショッピングその他飲食店と出てきます。例えばショッピングを選択すると、本企画に賛同していただいているお店が表示されます。例えば一番の誠商店さんを選びますと、応援チケットという選択ボックスが表示されますので、3000円か5000円を選びます。あとはオンラインショッピングと同様、カートに入れ購入手続きに移ります。そこで必要事項を明記してお支払いしていただくという流れになります。オンラインで買い物したことがある方なら簡単そうですね。そうですね。ちなみに期限とかはあるんでしょうか。はい、応援金の申し込み期限は今年の7月31日金曜までとなります。またチケットは入金確認後約10日で郵送いたします。そのチケットの有効期限は11月30日までとなります。あとうちの店でもこの佐野チケしたいという場合はどうしたらいいんですか。はい、そちらも佐野チケのホームページから申し込んでいただけます。参加店舗申し込みというページがありますので、そこから申し込んでいただくか、その他 SNS、メール、電話などでも受付しております。なるほど、ありがとうございました。佐野チケ。続いては飲食店を応援するプロジェクト、テイクアウト泉佐野をご紹介します。泉佐野市のホームページにテイクアウトができるお店の紹介があります。
そのサイトを覗いてみると、地元飲食店をテイクアウトで美味しく支援、そして確かに美味しそうなメニューの数々が表示されています。ということで、この企画を運営する佐野町ゼミ実行委員会の矢地さんにお話を伺いましょう。飲食店のオーナー様から佐野町ゼミの一人にコロナで売り上げが下がってきてるんですけど、あと相談がありまして、でその中 の佐野町ゼミの渡辺がポータルサイトを無料で提供しているっていうのを知りまして、じゃあ皆さんに声かけをして、スピード感を持ってまずはゴールデンウィークまでになんとかチラシ配布まで、立ち上げてからチラシ配布まで行きましょうということでやってきました。その実際そのお店のオーナー様たちからのお声っていうのはどういうのがありますか？どうやってテイクアウトを周知してお客様を集客していいかがやっぱり分からなかったっていうお声が多かったので、ありがたいですって、どうやって集客していいか悩んでたところだったんで、もうぜひすぐにでも申し込みさせていただきますっていうお声が結構あって、1週間もしない間に29店舗集まって、最初のサイトの立ち上げがすることができました。さあ、そのテイクアウト泉佐野にも掲載されているカフェユームの店長泉さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ご無沙汰しております。本当にお久しぶりです。この前はありがとうございました。ありがとうございました。まさかあの時、はい、ね、今のこのコロナの現状になるとは思ってなかったんですけれども、休業要請が出てから飲食店はその中には入ってなかったんですけど、果たしてしていいのか閉めた方がいいのかをすごく悩んで、で自分たちの身体のこととかお客様のこととかいろんなことを考えて、決断したのがテイクアウトっていうのを始めて、テイクアウトのみでさせていただこうっていうふうに、その決断する時が一番しんどかったというか、こう物事を決める時が一番しんどかったですかね。このテイクアウト泉佐野を知った時はどうでしたか？さすが泉佐野というか、こちらでオープンさせてもらってから本当に地域の方に助けていただいて宣伝していただいて、あ、もうなんか、あ、泉佐野やなっていう、なんかもう本当に一言で温かい人たちが立ち上げてくれはったんやなっていうのがもう印象でした。以前いただいたすごく美味しかったオムカレーとか、ああいうのってテイクアウト商品に変えるっていうのはすごい難しかったと思うんですが、まず容器選びから品質がやっぱり下がってしまうのもあるので、でそのまんまお家でチンできるようにとか、で容器をまず選んで、じゃあソースも別でかけてあげたいとか、でいろんな思いの中で、これが売ってなかったらこうしよう、これがなかったらこうしようって思って、まず買い物に行ったらちゃんと思い通りのものが売ってて、あ、じゃあこんな風にしていったらいいんやっていうのが、結局なんか背中を押してもらえてるというか、お店に行ったらそのものが売ってるっていう形で始めさせてもらった感じです。なるほど、はい、では最後に室谷さんにお話を伺いたいんですが、はい、このテイクアウト泉佐野、うちのお店も掲載してほしいっていう場合はどうしたらいいんでしょうか？はい、市のホームページと、ポータルサイトの2つの方法があります。まず市のホームページからは、新型コロナウイルスに関する各種支援制度、というブルーのバナーに、事業者向け制度というのがあります。でその中のテイクアウト泉佐野への募集フォームというところからしていただけるのと、もう一つはポータルサイトからです。それはページの一番下に掲載希望の店舗様というところがありますので、そこから申し込みフォームへ行っていただきます。そして必要事項の記入とお料理の写真をいただきます。そうしましたら無料で掲載をさせていただきます。なるほど、無料ですることができるんですか？はい、そうです。現在泉佐野市ではテイクアウトやデリバリーを開始、もしくは拡充に取り組む際に必要となる経費の一部として定額5万円を補助しています。補助を受けるための要件として、このテイクアウト泉佐野への掲載も含まれています。詳しくは市ホームページにあるバナー、各種支援制度の事業者向け支援、テイクアウト・デリバリーに取り組む飲食店を応援という項目をご覧ください。お問い合わせは町の活性化まで。ということで、今回は佐野チケ、テイクアウト泉佐野という2つの応援プロジェクトをご紹介しました。町の活気を取り戻すため、今後もこのような活動はさらに拡大されると思われます。
皆様のご協力、応援よろしくお願いします。佐野テレ。泉佐野市の新型コロナウイルスに関する最新情報は随時ホームページにて掲載しています。いくつかご紹介していきましょう。まずは特別定額給付金についてです。現在泉佐野市では郵送による申請をお勧めしています。オンライン申請については6月30日までの受付をもって中止となります。申請期限は8月12日水曜まで。また新型コロナウイルス感染拡大防止のため市役所には申請窓口は設置していませんのでご協力お願いいたします。次に泉佐野市や国が新型コロナウイルスに関連し実施している各種支援制度についてのお知らせです。個人向け支援や事業者向け支援などいろいろありますが、今回は子育て世帯への臨時特別給付金についてご紹介していきましょう。国からの支給と泉佐野市独自の支給がありますので分けてご説明します。まずは国からの支給、子育て世帯への臨時特別給付金についてです。対象児童は平成16年4月2日から令和2年3月31日までに生まれた児童となります。支給対象者は令和2年4月分の児童手当の受給者、ただし所得制限があります。給付額は対象児童1人につき1万円で1回限りです。案内方法は支給対象者へ6月中に給付金の案内を送付する予定です。公務員の方は勤務先から申請書等を配布します。申請方法ですが、本市の児童手当受給者は申請不要。本市に居住する公務員の方は申請が必要となります。支給方法は本市から児童手当を受給している方は児童手当の登録振込口座へ振り込みされます。公務員の方は申請受付後申請書に記載の口座に振り込みされます。支給時期は令和2年7月を予定しています。続いては泉佐野市独自の支給、泉佐野子育て応援給付金についてです。対象児童は泉佐野市に住民登録のある令和2年5月31日時点で18歳までの児童となります。支給対象者は令和2年5月31日時点で泉佐野市に住民登録のある対象児童を養育している方で、所得制限はありません。給付額は対象児童1人につき1万円で1回限りです。案内方法は本市の児童手当特例給付の支給対象者へ6月中に給付金の案内を送付する予定です。本市の児童手当特例給付の支給対象者でない方には準備が整い次第給付金の案内及び申請書を送付する予定です。申請方法ですが、本市の児童手当特例給付受給者は申請不要。ご覧の方は申請が必要となりますのでご注意ください。支給方法は本市から児童手当特例給付を受給している方は児童手当の登録振込口座へ振り込みされます。本市から児童手当特例給付を受給していない方やご覧の内容に当てはまる方は申請受付後申請書に記載の口座に振り込みされます。支給時期は令和2年7月を予定しています。申請が必要な方は申請後順次振り込み予定です。ホームページにはよくあるご質問として Q&A も掲載していますので、合わせてご覧ください。平成元年、泉佐野市内の巡回をスタートさせた移動図書館1号号。壁面にぎっしり積載された図書は、数多くの読書好きの方に愛されています。さあ、こちらが移動図書館1号号です。ご覧のようにびっしりと本が積まれています。それではちょっと中を覗いてみましょう。私実は移動図書館初めてなんですよ。ではこちら階段を上りまして、この中は結構見た感じお子様向けの小説だったり本だったり図鑑だったりがいっぱい積まれていますね。この辺になるとちょっと漫画だったりとか電気物とかいっぱいあります。で奥になると絵本とかあと紙芝居も置かれてます。本当いろいろなジャンルがあるのですごい楽しいですね。さあこっちもこっちで反対側と同じようにびっしりと積まれてるんですが、こっちは大人向けのハードカバーの本がいっぱい
積まれています。すごい、本当にいろいろある。さて小牧さん、はい、泉佐野駅のロータリーでも運営が開始されるということなんですけれども、はい、時間帯っていうのは、はい、毎月第1、第3木曜日の朝6時45分から8時の時間帯で泉佐野駅のロータリーにて貸し出し等のサービスを開始いたします。なるほど。本の返却の時とかってどうさせてもらったらいいんですか？の窓口ありますので、そちらの方に返却される資料を持ってきていただいたら返却手続きができます。あと泉佐野駅の切符売り場の付近にて返却ポストの方が常設されるようになりましたので、駅が空いている時間帯でしたらそちらの方に入れていただくことも可能です。なるほど、はい、駅にポストができるんですね、はい、ちなみに、はい、そこにはあの借りた本やったら何でも入れていいんですか？そうですね、あの入れていただけないものもありまして、DVD とか CD などの視聴覚資料とか市外の図書館からお借りした本につきましてはそちらの方に入れていただくことができなくなっております。なるほど。ちなみにあの借りたい本があの借りられている時とかっていうのは、はい、予約とかはできるんですか？はい、あの予約の方ですね、あの予約リクエスト用紙というものもあの常に持って行っておりますので、そちらの方に記入していただいて窓口に出していただけましたら予約受付となります。あとはインターネットでのご予約もできまして、胃腸号を受け取り館に選択していただけましたらあの持って行って借りていただくことができます。なるほど、すごく便利ですね。 ありがとうございます。さあ続いては移動図書館胃腸号を運営管理されている市立中央図書館をご紹介しましょう。ベイクアルスタープラザ川崎中央図書館、開館時間および休館日はご覧の通りです。さて森川さん、私も幼少期はもう年間に300冊とか読むぐらい本が大好きなんですけれども、はい、森川さんにとって読書の魅力っていうのはどういうところにありますか？そうですね、あの例えばテレビとか映画でしたら、まあ、映像が浮かんできて、それはもうどの方が見ても同じ映像だと思うんですけれども、例えば本でしたら一つの文章から思い起こされるイメージが人によって本当に千差万別だと思うんですね。それがやはり読書の魅力でありあのイメージの膨らみだと思っております。なるほど。やっぱりこういう大きい図書館になってくるとその目当ての本を探すのもすごく大変だと思うんですけれども、はい、その検索方法とかっていうのはどういうのがあるんですか？そうですね、図書館だけでも何十万冊も本ございますので、あの全てが一つのデータに入っています。それを探すのがオパックという機械がこちらにありますので、こちらで簡単にお調べいただくことができます。オパック、はい、オパックです。まずですね、こちら資料の検索をされる場合はこちらのボタンですね、はい、それから最近出た本が見たいわとおっしゃる方は新着図書案内、それから自分がどんな本を借りていたり予約していたりわからない場合はこちらを押さえていただくと一目瞭然で見ていただくことができます。それから、まあ、今どんな本が出てるのかな、貸し出し多いのかなという場合はこちらの貸し出しの本、それから予約の本もあの全て一覧でご覧いただくことができます。例えばタイトルがお分かりの方いらっしゃいますね、そういった場合はこちらタイトルを押さえていただいてそのままタッチパネルで入力していただくと簡単に出てきます。このフリーワードっていうのはちなみに何なんですか？そうですね、一つのテーマで探されている方、例えば歴史上の人物であったり、まあ、有名な俳優さんだったり映画監督だったりで調べられる方はこのフリーワードで押していただきますと簡単に分かるシステムになっております。ちなみに図書館といえば、はい、調べ物をするその情報収集としてすごく役立つと思うんですけれども、はい、例えば司書の方に何々について調べたいって言った時にそういうのって教えてもらえたりするんですか？そうですね、カウンターの方には司書がいるようにしておりますので、こちらの方でご相談いただきますと、まあ、その方の悩んでおられるテーマなどいろいろ拾い出しましてお調べすることができます。キーワード検索でもその方が思い込んでいるキーワード以上に派生する言葉をどんどん拾って司書の方が検索いたしますので、さらに広がりのあるお調べ物ができるかなと思っております。なるほど、図書館ならではですね。そうですね、はい。その他ちょっと変わったサービスもご紹介していただきました。DVD のコーナーがこちらになります。なるほど。まあ、洋画邦画からそれから生活に役立つ資料なども DVD で揃えております。こちらには朗読 CD
とかも、はい、CD も置いてあるんですね。そうですね、朗読 CD、 音楽 CD とは別にコーナー作らせていただいておりますけれども、うん、例えば年配の方でちょっともう文字を追うのがしんどいわという方は朗読 CD よくご利用していただいてます。また声から聞く本っていうのもまたいいですもんね。そうですね、それぞれ有名な俳優さんや声優さんなどに朗読していただいているので、文字で読むあの文学とはまた違った趣があるのかなと思います。この CD とか DVD とかってどこで見れるんですか？こちら中央に AV ブースがございまして、はい、こちらで視聴していただくことができます。なるほど、ここで DVD は見れるってことですね。そうですね、 DVD あと CD もお聞きになることができます。はい、こちらが拡大読書機といいまして、はい、あの便器がつきますとこちらに本を置いていただきますと文字がかなり大きくなりますので、年配の方を中心にあのちょっと通常の文字の大きさでは読めないという方もご利用いただいております。こちらでインターネット端末で、はい、あのまあ、読書では追い切れない本として出版されるまでの新しい情報ですね、あのインターネットの方にはございますので、こちらの方でお調べされることができます。新聞や官報などのデータベースもございますのでご利用いただいております。はい、なるほど。さあ森川さん、はい、2階に上がってきたんですけれども、こちらは何があるんですか？そうですね、こちらが視聴覚室になっておりまして、はい、図書館で行われるお話し会ですとか、それから映画会、図書館関連の会議などを行うお部屋になっております。次がフリールームですね、はい、こちらはいわゆるあの自習室となっておりまして、はい、勉強される方やそれから図書館で借りられた本を読まれる方、あるいはまあ、何かお仕事される方なども皆さんこちらの方で作業されていらっしゃいます。あ、なるほど。下だと椅子とかしかない。そうですね、机がありますので書き物をされる方にはとても重宝されています。ご自宅の方もご利用いただけますし、図書館で借りられた方もご利用いただけますので、はい、さて、いろいろとご紹介していただいたんですが、本を借りるときっていうのはどうさせていただいたらいいんですか？そうですね、あの泉佐野市民の方でしたら免許証や保険証などご住所を確認できるものをお持ちいただきまして、申し込み書にご記入いただきますと、こういった貸し出しカードの方を発行させていただきます。こちらの期限5年間ご利用いただけますので、こちらのカードをお持ちいただきましたら10点までお貸し出ししていただくことができます。 CD とか DVD とかあるじゃないですか、はい、CD や DVD などは合わせて3点までですね。 DVD はちょっと数が少ないのでお一人様1点限りとさせていただいております。なるほど。ちなみにその本を借りるのはここじゃないですか、はい、で返すときっていうのはどうさせてもらうんですか？お返しになられるときはあの図書館にお持ちいただくか、図書館の返却ポストなどご利用いただけます。 CD や DVD などはちょっと返却ポストご利用いただけませんので、あの本のみのご利用とさせていただきます。なるほど、返却ポストには本しか入れちゃダメですよ。そうですね、はい、まあ、そうですよね、上から重たい本がポンって落ちてちょっと割れてしまいますので、ね、ですよね、はい。ちなみに先ほどご紹介した胃腸号でもこちらは使えるんですか？そうですね、あの泉佐野市立図書館共通のカードとなっておりますので、全公民館図書室、中央図書館、胃腸号すべてでご利用いただけます。わかりました。森川さん、今日はありがとうございました。こちらこそありがとうございました。サノテレ、サノポで散歩。このコーナーではこちら泉佐野のポイントカード、通称サノポが使えるお店や各種サービスをご紹介していきます。今回ご紹介するのは夢ギフトさんです。ありがとうの気持ちを素敵なギフトを通じて伝える、そのコンシェルジュを務めるのが今回取材する夢ギフトさんです。それでは北谷さん、こちらのおすすめの商品を教えていただいてもいいですか？はい、あの今はですね、特にお花のフラワーのものが結構人気なんですね、はい、お見舞いとかですね、病院のお見舞いとかには生の花を持っていけないっていうところが、そうですね、最近は生のお花はダメですもん ね、はい、それで、まあ、あともタオルとして使っていただけるということでお選びいただくことが多いです。あのお客様も本当にこうお色を選ぶのにすごく悩まれるんですけど、これは悩むと思います。そうですね、多分その方のイメージをされたりとか、あの使うタオルがどの色がいいかとか、いろんなことを悩まれてあのお決めいただきます。なるほど、はい、あとですね、あの、はい、
私どもの商品の一番人気がこの辺りのタオルケーキという商品、一番最初にできた商品なんですけれども、はい、例えば、こちらの方は、タオルを使っているんですが、こちらの上に乗ってますこのいちごとかフルーツはですね、こっち自社でこのマグネットをつけておりまして、こう後で冷蔵庫に貼ったりとかホワイトボードに貼って使える形に加工しております。すごい。で、あとでもまあ両方使えるという形で、はい、またこれもいろいろ種類があってそうなんです、はい、こちらの方はあのタオルがちょっとまたマフラータオル、首に巻くタオルを使っておりまして、上に乗ってますのがお花系なんですけれども、石鹸の成分で作られておりまして、フレグランスで少しこうほのかな香りをお部屋で楽しんでいただけるというものです。またおしゃれなものなんですね一番新しくできた商品があるんですが、はい、それはこちらですか。そうなんです、あの花束という、タオル花束っていうのがまだあのできたばっかりなんですけれども、これもお客様のニーズで花束っていうのをこう花束の形でお渡ししたいというお声がありまして、4サイズですね作っております。色は3色で、ピンクとこのオレンジとブルーで、サイズが、ミニのものから、S サイズ、M サイズ、L サイズ4種類、作っております。結構このブルーの色、お色もあの、まあ、男性だけじゃないんですが、結構男性向けにっていうギフトとしても使っていただけるということでお選びいただけてます。なるほど、はい、今ご紹介していただいたギフトっていうのは、その注文方法などはどんなのがあるんでしょうか。はい、あのこちらの方で買っていただくのと、あとあのネット販売もしておりますので、現在はあの楽天夢ギフト店の方であのアップしておりますので、そちら検索いただきましたら全ての商品が購入いただけます。またホームページを拝見しましたら、あの先週地域特産品を使ったギフトというものがあったんですが、はい、あれはどういったものになるんですか。はい、あれはあの法人向けバースデーギフトサービスという事業の中で、お誕生日のプレゼントに社長様に選んでいただけるカタログを作ってるんですが、それがこの先週地域に約40から50社ぐらい契約しておりまして、そこが出している商品を選んでいただくというようなものでございます。なるほど、はい、北谷さん今日はありがとうございました、はい、ありがとうございました。サノテレ、サノテレインフォメーション。6月23日から29日は男女共同参画週間です。令和2年度の内閣府キャッチフレーズは、そっか、いい人生はいい時間の使い方なんだ。ワクワクライフバランスの2つに決定。男女共同参画社会とは、性別にとらわれることなく、それぞれの個性や能力を発揮できる社会。その社会づくりのためには、仕事と生活の調和、ワークライフバランスの実現が不可欠です。誰もが子育てや介護が必要な時期など、個人の置かれた状況に応じて多様で柔軟な働き方が選択でき、しかも公正な処遇が確保されていることが大切なことです。この習慣を機に、皆さんも自身のワークライフバランスについて考えてみませんか。詳しくは泉佐野女性センターへお問い合わせください。私たちの個人情報は知らない間に他人に取得され、ストーカー行為や結婚差別に悪用されるなど、多くの人権侵害が起きています。本人通知制度に事前登録すると、第三者に戸籍謄本や住民票などが交付された場合、本人に通知が届きます。登録者の増加が不正取得の防止につながりますので、ぜひご登録ください。詳しくは人権推進課へお問い合わせください。10月1日現在で国勢調査が実施されることに伴い、統計調査員として活動する人を募集します。資格は20歳以上で、警察、選挙に直接関係がなく、調査で知り得た情報の秘密を保持できる人。任命期間は8月中旬から11月上旬まで。内容は事務説明会への出席、担当地域の確認、調査票の配布、回収などとなります。ただし今回は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、非接触型の調査方法で行う予定です。報酬はご覧の通り。申し込みは6月30日火曜までに、申し込み用紙または市販の履歴書に必要事項を記入の上、政策推進課へ提出してください。
詳しくは制作推進課へお問い合わせください。それでは次回も佐野テレでお会いしましょう。さようなら。